うわーうわーおーこんな見える。そう、もう涼介言った通り、最近過去の M1 のアナザーストーリーで号泣してるのにハマってます。どうも、チカログのチカヤです。涼介です。お願いします。誰のやつですか？なんかね、もうね、どれも泣けんのよただ、最近で一番泣いたのは直近の錦鯉さんね。へー、うん、やっぱり50で M1 優勝ってやっぱ熱いで。まあ、せやね。うん、やっぱり年下ばっかのコンビの中で、やっぱりその挑戦するだけでも、俺らから見たらかっこいいんだけど、そうやね。やっぱりその年、年齢とか気にして、こう恥ずかしくなったりとか、何してんねやろっていうのは乗り越えて、最後 M1 優勝まで行く、あのストーリーにやっぱ泣けてくる。ほんまに。あと、マジカルラブリーの優勝した時のアナザーストーリーもめっちゃ良くて、その上沼恵美子さんにさ、ボロクソ言われた3年後にめっちゃ良かったって言われる世界線やばない？なるほどね。そう、同じ人やで、うん、3年で評価ガラッと変えるっていうところにやっぱドラマ感じるからさ、認められたっすよね。そう、ちなみに涼介はなんかこう好きな M1 優勝者とかいる？例えばいっぱいいるやん、ミルクボーイもいるし、チュートリアルとかもそうやし、今で18代目ぐらいまでいるんかな。だからウエストランドとかもいるし。あ、そうそうそう、あんまりその優勝者って分からんけど、うん、粗品のアナザーストーリーみたいなのは分かるわ。一瞬霜降り明星、霜降り明星、ね、TikTok で見たけど、粗品のやつはちょっと感動した。いや、あれやろ、お母さんに電話するやつな。そうそう、優勝したりやったらええやつ、親孝行できたなあ、なあ、自慢の息子やみたいな、立派な息子言うてくれたみたいな。いや、やっぱりドラマを作るためにはやっぱり挫折とか、うん、負けとかも必要やと思うんで、チカログも一つ一つ頑張ってドラマを作っていきたいでして、頑張るでして、ってな感じで始まったわけでございますけれども、はい、本日はですね、まさかの2度目のあちらのコンビのタグがまた見えるということで、はい、早速涼介発表お願いします。カイタ&カイトコラボダンスパフォーマンス。いや、これはね、これはね、直近ですよね。もう直近も直近ですね。本日がですね、11月21日火曜日なんですけれども、はい、11月の20日に突如ね、配信されたわけですよ。もう本当に突如ですね。で、まあその時の様子をじゃあ、涼介にこう実況してもらおうか。もうほんまに僕はインスタを開いたんですよ。はい、はい。まあ、もう一番上にあれが出てきたんですよ。カイタ&カイト、ね。そう。ほんで、あかんと思って。で、配信いつもで5分前。みたいな。やばいな。で、これはもう見たすぎるけど、うん、やっぱり明日撮影から置いとこうと。いや、もうね、時を同じくして、全く同じコードしてる、ね。俺もこうやって見てて、あ、インスタ普通にバーって見てて、出てきて、カイタ&カイト出てきて、え、これ今から踊るって思って、速攻やめたもんな。速攻閉じるね。そう。で、以前のカイトくんとカイタくんのコラボのパフォーマンスはですね、涼介が一人画角で撮影リアクションしてくれたんですけれども、はい、今回はチカログ二人で見れるということで、この二度目のね、コラボのパフォーマンスがどのようになってるのかっていうのを二人で紐解けるんで、そうやね。まあ、より King&Prince 高橋カイトくんのファンの皆さんもそうですし、リハタ東京のカイタさんのダンスも、まあ、紐解いて見れるということで、一、うん、回目は僕も見させていただいたんですよ、はい、僕のリアクション動画ないんですけど、見させていただいた時に結構ゴリゴリヒップホップやったじゃないですか。そうやね、うん、なんかもう振りまくったりとか、ライブね、ライトフィートっていう動きが入ってたりとか、結構生き生きしちゃう、うんうん、ヒップホップのイメージやった。そうやね。そう、今回だからなんか変えてくるんかなみたいな。ちょっとコメントをいただいた中では、うん、セクシーが出てると。セクシーマジのセクシーが出てる、出てしまってるっていうのはマジでありましたね。うっそ、セクシーマジのセクシーな部分がちょっとゴリゴリってよりは大人な、なるほど、見れるんかなっていう期待はしてます。じゃあ命名したセクシーマジたるゆえんが見えそうということで、イエス、なるほどですね。では今回のカイタ&カイトコラボダンスパフォーマンスをですね、ファンの皆さんと共に心躍らせながら見ていきたいなと思います。それではいきましょう。よろしく、どうぞチカログ。それでは見ていきましょう。オープンザ PC と、さあ高橋くんはな、ほんまな、一番弟に見えてずるいんすよ、あのセクシーさ出す感じ。そやな、ほんまオーラがな、そうまとってるのね。でもダンサーになった時の一気にカイトになる感じがめっちゃたまらんくて、わかる。なんかあのギャップにやられる人って日本中何万人いるんやろ。1900でございます。もう腐るほどいるよ。
それでは見ていきたいんですけれども、1度目はですね、僕たちがイヤホンつけましてノーカットで最初から最後まで見て、僕たちの初見リアクションを楽しんでいただきながら、2度目で僕たちイヤホン取りまして、皆さんと共に音楽も楽しみながら、気になったポイントポチッと止めて解説していきたいなと思います。それでは見ていきましょう。カイト&カイタスペシャルダンスコラボパフォーマンスです。ポチッとな。もうオーラがやばい、ちょっとダークな感じですね。おいおおおそうやな。うわ、質感やばいな。リズムキープえぐ、エロあやばい、エロい、あーやっぱ高橋くん腰がエロ、うん、腰と首、うん、あー角度うまいな、ほんま。あと無駄な力がさ、うん、一切ないよな。うわーずるい、もうな、ずるいな。高橋くんが口元に手を置いたらずるい。ウェーブ綺麗すぎんな。カイタくんうま、顔の位置全然ぶれへんやん。裏の音とんの、トントントンとってるね。うわー渋、ちょ待って、この繊細で上品なヒップホップ何、うわー、こんな見える、ちょっと待って、めっちゃエロない、セクシーが出まくってるね、ちょっとこれ一番セクシーマジンじゃん。色気エロ、色気やばいな。しかも日本の超一流のアーティストが K-POP の言うたら BTS のグクの曲で踊ってるっていう世界線、うん、たまらんな。ちょっとこれもコラボやね。いや、それもコラボやなほんまにな。で、見てくれてるかもしれない、あ、そうやね、そのグクちゃん本人がね、うん、いや、ちょっとこう初見で見ると高橋海人君ってやっぱ腰と首の色気半端ない。やっぱ全部のさ、もう角度の見せ方がうまいよね。そうそう、もう涼介言った通り、だからもう無駄な角度がない、どこでもアーシャやねん。そう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 360度アーシャやねん。そう、どれでもかっこいいんよ。で、なんかリズムが途切れへんのが高橋海人君の素晴らしい部分で、それもさ、こういうリズムからさ、こうしててもさ、ずっとリズム見えるよ。あと線、うん、線な。で、これはやっぱコレオが多分海田くんなんやと思うんですけど、海田くん自身もめちゃくちゃやっぱり一流のダンサーですし、あと二人のなんかこう撮る音の共有がちゃんとできてるから、うんうんうん、揃ってんのよ。なんかどっちかが目立つとか強みがあるとかじゃないよな、うん、もうなんか一緒すぎて一個のもん見てる、ね、そうそうそう、ほんまに二人チームな、うんうん、それぐらい一緒に歩んできたっていう絆が見えるよね、うん、じゃあちょっと次はですね、皆さんと共に音楽も楽しみながら見ていきたいなと思います。それでは2回目のリアクションしていきたいなと思います。カイト&カイタのスペシャルダンスコラボです。ここよ、まずここよ。このオーラえぐい。こんな感じで俺らもリアクションする。見てへんよな。見てへん。いや、マジでこの視線の作り方と、この、高橋海人君ってやっぱ首長いよな。長いね。うん、なんかやっぱこの辺の、スッとしてるね。な、色気な。この歩いてるだけでリズム生み出してるんですよね。ドゥンドゥンドゥンが見えるね。この歩き出す動作の所作に、うんうん、こうちょっと綺麗に入れてて、うんうん、この歩き方かっこいい。からの腰の段。音見えすぎやろ。そうぜんのこのウェーブでね、一回溜めてるんですよ。で、語れ逃がすっていう、この表現にくいな。ここ好き。ここ。ウェーブ線や、当社と、んた、んた、んたで、うん、リズム変えてくる、カイタくん。乗り方いいね。うん、カイタくんって全身リズム人間。そうやね。そのもうあらゆるリズムが体に入ってるから、うん、チェンジの仕方のセンスが素晴らしいです。つなぎが綺麗なよ。そう。いいね、この足立ち足立ち後ろのこの乗り方めっちゃかっこよくて、そこに視線があるからこそ体大きくないんですけど、こう揺らいで見える。うんうんうん。おう、ここめっちゃ見えない。この
おーのここ取る？今まではこういうさ、ちょっと流れを作ってからのさ、このアクセントがやっぱ見えるよね。悔しになってくる。悔しさ。悔しになってくる。悔しさをね。マジで。いや、なんかちょっと月読み感。うん、この首の切れ感のちょっと突き読み感ある感じで、高橋くんが口元に手を置いたらもう確定、確定、もうセクシー確定。マジでもうマジでやばい、ほんまに燃えそうでセクシー。ここめっちゃ難しいリズムしてるわ凌介。こういう胸から腰のちょっと小さいウェーブをずっと入れながら、こういう漂わす形で、うん、これアイソレーションの質が高くないと絶対できない。そうやね、ちょっと歩くはかっこいいよな。そうやね。でここなんかそのやっぱりここはキレ出す、ここは質感出すっていうバランスが絶妙。基本的には多分質感取りやん。そうやね、この中のこのちょっと挟むからいいよな。そう、なんかほんまに絶妙なバランスのコース料理みたいな。ほんまにちょっと刺激くるよね。そう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 、もっと物足りひんみたいなじゃなくて、うんうん、もっとちょうだいじゃなくて絶妙やね、欲張ったから。最後はちょっと、もうちょっと見たいよなこの。そうやね、そうやね、そういうもんやん、美味しい料理って。そうそうそう、ずるい。うますぎこれ。顔の位置がぶれないですよ。これ斜めでさ、ちょっと後ろのっけぞってるやん、二人とも。やし、足なんかステップ踏んでる。そうやね、そうやね。このね、何かしながら何かステップするって一番むずくて。こうするんちゃうかな、普通に。それしながら、いろいろ動かしながらウェーブしてるから。ここキープやからね、キープ。そうやね、そうやね。スマイルアップで、一番ストリートショーあるわ。そうやね。うん、ほんまに。いや、見えすぎ。ストローンで、ガイド君ね、ちょっと首こういうらしいです、うんうんうん、これはずれ。もうさ、うい、目合うだけで妊娠するんじゃん。ファンの人。ここの高橋海人君と目合った瞬間に、いや、そこ落ちるね。妊娠しちゃったもん、ほんまに、マジで。口から胸、腰からのこういう、ほんまずるい弟ちゃんやな。マジで、セクシーマジ。愛それの極みよ、マジ。いやーうまいなー。この辺からなってくると、後ろのトゥントゥンっていう小さい電子音みたいなのも海田くん取られてて、取ってるね、素晴らしいコレだと思います。ここね、このウェーブめっちゃおもろいな。こうウェーブしようっていうセンス。膝も多分ちょっと開いてる、ちょっとな。いやーいいね。下から来て、次上来て、もう一回下行く。なんか女子漫画でよくあるさ、ときめいた時の音みたいな、ドゥンクドゥンクドゥンクみたいな、ハッドするよな。ハッとするよな、ね、マジで。うわー、後ろの向き方かっこいい。えぐい。いやー、素晴らしい。こう落としてジャンプしてるな、一瞬な、一瞬の。ここでさ、すごい、一気に圧出せる二人がすごい、うん、その全くさ、ちょっと前の踊り方のさ、取り方と全然違うやん。こっち系やったけど、ちゃんと裏のこっちを取り始めてるもんね。そう。で、一瞬ね、このインスタ機能戻れへんから、ちょっと戻れないんですけど、高橋海人くんの落ちるときに、一回首でこう入れてから胸入れてるんですよ。うんうんうん。ここの落ち方のレベル、星5。マジで。ほんまに難易度5。マジ。いやもうその一瞬のストップがうますぎるんだな。で俺ね、この部分は割とダンサーの踊り方とアーティストの踊り方で出てるなと思ってて、うんうん、割と海田さんの方は体めっちゃ使って、うん、頭もこうリズム感溢れてる感じやけど、うんうん、やっぱ高橋君は顔が動かん。そうやね、顔も楽しんでもらうために顔の位置がブレへんから、この両極端の見せ方は面白い、うんうんうん、めっちゃ二度美味しい。これめっちゃ見える、これ。トゥルトゥルトゥトゥルトゥルトゥトゥトゥやな。マジすごい。俺らがさ、なんか芸人のネタ笑点みたいな。テレ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 笑点みたいなから素晴らしいわ、マジ。ここね、クローズ
このどういう取り方、ビビたるアイソレーションで、高橋君は顎をちょっとこうした時は、うん、マジでセクシー魔人が爆発しちゃう。そってこうしたら確定やな。セクシー大魔人になる。大魔人こうなったらな、ほんまに。このコラボはマジでほんま絶妙かつ最強のコラボ。乗ってるだけでマジかっこいい。そう、乗ってるだけでかっこいい人少ないよ。少ない。やっぱりそう、踊り出してキレバーンっていうのはもうみんな見せれるんですけど、高橋海人くんが今持ってる引き出しやん、それって、うんうん、自由に乗ってる。やっぱ培ってきたそのダンス力であったり、ヒップホップが好きな気持ち、うん、あとはやっぱりアーティストやけど勉強してると思う。ヒップホップを勉強して、ね、で今海人くんにヒップホップの流行りであったりとか最先端のトレンドを教えてもらって、うんうん、2人で表現してるっていう気がするな。アーティストやっぱ特有のさ、顔動かないっていうのはやっぱりマイク持つからさ、こうね、だから絶対さ、これがブレたいあかんわけやん。そうやね。だから結構軸がここは絶対保たれるって、もう癖が染みついてんやと思う。染みついてると思う。それもやっぱ表現者のな、こう証し、うん、ね。いやー、カイタ&カイトのコラボダンスパフォーマンス、もう最&高すぎでして、届けました。いやマジで、まあ、ちょっと一回閉じましょう。チカログ、この美味しいコラボを2個連続でやってくれるってことは2度あることは3度あるぞ。まだまだな。カイトくんってめっちゃリエハタ東京っぽく見える時ない？あ、あるある。踊り方、うん、めっちゃ多分な好きやと思う。それにしてもその高橋カイトくんがダンスだけ踊った時のダンサーに戻ってくれる瞬間ってファンの方からしたらめちゃくちゃ嬉しいんちゃうかな。高橋カイトからカイトに戻る。そう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 、可愛いカイトくんからダンサーカイトになる。このセクシー魔人たるゆえん の、 このセクシーさ見れたところと、カイタくんのこう最先端のトレンドを作り上げるヒップホップコレオがもうマジで最強でした。本当に色気ってさ、歩いてる人で分かるよな。分かるな、そうやな。うまいダンサーってさ、ジャッジムーブっていう、はい、だからジャッジしてくれる方が踊る時間ってやっぱあるじゃないですか、はい、あの時のさ、さすってこう光が当たってる中に入ってくる時の、はい、これだけで、あ、この人うまいっていうの結構分かるやん。分かる。やっぱ歩くのうまい人はダンスうまいな。なあ、分かる。こうな、何もせんくてもにじみ出るものがおそらく色気やと思う。せやね、うん、その色気を出そうとしてない、うん、多分やってることに色気が溢れてるから。そう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 、 そうやから、このにじみ出る色気が出るまでどういった表現を勉強してきたのかっていうのはもうもはや計り知れない。せやな、どういう人生やってるの。そうそうそう、みたいな。でまあ今さ、いろいろさ谷底も経験して、うん、でも今二人で頑張っててっていう人生経験も生まれてるから、せやね、余計に表現の幅も広がってると思うし、長いこと高橋海人くん応援されてきたファンの方からしたらやっぱ違った海人くんを見れるっていう楽しみもこのコラボで生まれたと思うから、もうね、これを機にね、高橋海人くんどんどんダンサーとコラボして、2度あることは3度あるので3度目のコラボも楽しみにしてます。でして、お待ちしてるでして、てな感じで、僕たち YouTube チカルグはチャンネル登録者数10万人を目標に日々楽しみながら頑張っております。この動画が楽しかったなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。します。そして僕たちの個人 SNS も概要欄にリンク貼り付けておりますので、そちらもポチポチポチとフォローよろしくお願いします。お願いします。てな感じで今回はこれで終わります。せーの、バイバーイ。いやー、なんかな、ショート動画ってな、二人入るわ。せやな。三、四人いると多いから。ちょっとギュッてするもんな。そう。俺らもやっぱ踊りたい。うん、うんうん。マジックワード踊りたい俺は。マジックワードむずそうやね。めっちゃむずそう。クーコーでやりたい俺は。そこ、うん。結構その、踊ってる最近チカログを初めて見ましたっていうので、うんうん、コメントくださる方結構いて。せやね。そのリアクションをさせてもらって、た楽曲を実際に俺たちが踊るっていうのも、まあ、今後やっていけたら面白いなと思って。踊ってみたってあんまりやってないからね。そう、僕らは解説ばっかりやから、うん、その実際踊ってる姿を見てもらって、こういう方々にリアクションしてもらえて光栄と思ってもらえるようなチャンネルにしていきたいな。そうやね。で、しゃべくりだけじゃないぞっていうそうやな、見せていきたい部分も正直、うんうんうん、から力上のダンス見たいなと思ってくれてる方は、ね、ぜひコメントほしいんですけど、やっぱそれを勉強できるやん、俺はヒップホップ
習ってない、そうやね、そう、それを振り付けを覚えることによってこんな難しいことしてたんだ、うん、よりリスペクト生まれると思うし、そうやな、うん、踊って喋って充実したチャンネルにしていきたいなっていうのはありますね。いろんな僕らを見てもらってね、そうやっぱいろんな顔をアーティストさんに日々見せてもらってるから、そうやね、違った俺らのことも見せて生きながら俺らのことも知ってもらいたいですね、本当。そうやね、知ってもらいたいね、うん、そう、しゃべくりだけじゃないぞっていうのを知ってもらいながらも素直にまっすぐチカログも頑張っていくでして、頑張るでして。